こんにちは、川崎です。今日のまかない飯は、揚げそばです。揚げそばとあとこのエビの天ぷら、このエビの天ぷらなんですが、今日は、かなりちょっと余ったので、エビの天ぷらどれだけ持ってもいいですかと、聞いたら好きなだけどうぞというのが ありましたので、全部いただいてきました。いや、残り物には福があるとはこのことですかね。いや、エビの天ぷらも美味しいです、本当に。最初エビの天ぷらはそうですね、最初は塩を僕はかけて、おかずにして食べました。あ、今塩振ってますね。で、塩を振って、で、下の方にあるエビの天ぷらは、五目の、あんかけを浸して、おかずにして食べました。いやー、美味しいですね、エビの天ぷら。もう大好きです。いや、塩を振るだけでも全然違いますね、天ぷらは。もうより美味しさが増すと言いますか。もうご飯にめちゃめちゃ合います。で、今日も、山盛りご飯でございます。で、何回も僕喋ってると思うんですけども、白米を格好むときって本当に至福ですよねと僕は思ってます。いや、ご飯ってなんでこんなに幸せになれるんだろうと思いました。まあ、うちのまかないは、まあ、本来揚げそばっていうメニューはないんですけど、まあ、こうやって、麺を揚げてくれて、アレンジですね。はい、入れてくれて、作ってくださるのが、本当に、なんて言いますか、楽しみでもあり、まあ、絶対美味しいだろうなと思いつつ、美味しくいただいてます。いや、やっぱり配膳とかしてるとやっぱ食いたくなるんですよね。まあ、これ今日食いてえなとか。で、特に最近暑いんで、まあ、冷たいもんとかが出ると、ああ、これも食いてえなとか思いつつ、料理運んでます。いや、決して、お客さんの料理は食べたりはしていません。今日、エビの天ぷらその前に何本あったんだろう。好きなだけ持ってっていいよって言われたので、もう数えずに、じゃ全部いただいてきますスタイルで持ってきたので、ちょっと何本あるか数えてないんですけど、まあ、おそらく、10本以上はあるのかな、と思います。最初に今日、エビ天山盛りを、まかないの部屋に持ってった時に、まず、ドン引きの、笑いをされました。まずすげえなと。まあ、なんせ揚げ物ですからね。揚げ物を、まあ、お昼にこれだけ食べるっていうのは普通の人だったら、まあ、すごいなっていう感じなんでしょうね。でも僕はこのエビ
エビの天ぷらは、今、身だけを食べてるんですけど、最後に尻尾を食べます。やっぱり、エビの天ぷらは、まあ、エビフライもそうなんですけど、やっぱり醍醐味は、尻尾かなと思いますね。尻尾が、なんて言いますか、ちょっと、なんて言いますか。ちょっとおせんべいって言いますか。エビの旨味が少し残ってる感じで、いや、美味しいなと。よく、まあ、料理片付けたりするときも、大抵のお客さんは、エビの尻尾を残してるんですね。いや、もったいないなぁと、僕は勝手に思っております。やっぱりエビの尻尾もすごい、身と一緒で美味しいなと思いますので。今日は食べても食べてもエビばっかりですね。なかなか揚げそばにたどり着けない。前回の動画でも、話したんですけど、最近めちゃめちゃ暑いじゃないですか。皆さんは体調は崩していないでしょうか。いやー、この日もめちゃめちゃ暑くて、飲み物とか、氷がもうえげつないほど出ました。やっぱりこんだけ暑いんでね、もう外にいるだけでも、体力を奪われてしまうので、もう、なんて言いますか。夏バテには気をつけて、美味しいものを、食べて、病気をないように、しましょう。そんな僕は、毎日、こうやってモリモリ食べてます。まあ余談なんですけど、最近ちょっと髪の毛切りたいなって思っております。やっぱり僕今、髪型なんですけど、2ブロックにしてるんですけど、やっぱり2ブロックにすると刈り上げの部分が伸びてくると、やっぱりどうしても気になってしまうんですよね。で、僕の今の髪型なんですけど、ちょっと、ある、ちょっと芸能人の方、の髪型を今ちょっと真似て、やってる、伸ばしてるんですけど、皆さん、誰だと思いますか？
正解は、俳優の、久保田正孝さんっていう方の髪型なんですね。いや、ネットで、いろいろと、まあ、いい髪型ないかなと、調べるって言いますか、まあ、検索ですね。検索してたら、わ、この俳優の髪型めっちゃいいじゃんと思って、そっから、真似てます。まあ、美容院行くときも、僕の担当の方には、常に、この俳優の髪型にしたいんですけどっていう感じで、やっていただいてます。あ、今回ちょっと、同じ、職場の方の、今日ちょっと食べれなかったのかな。あ、そうですね。今日揚げそばが、みんなにあったので、やっぱりちょっと、自前で持ってきた、ちょっとお弁当が、ちょっと、お腹いっぱいで食べれないということで、ちょっといただきました。今日、言っていいのかな、これは。お弁当の中身が、イワシの佃煮だったかな。あ、煮物で、あと、ソーセージ、あと、うずらの卵のフライと、あと、白米です。白米でした。美味しく、お弁当もいただきました。で、まかないの、まあ、僕と一緒になると、まあ、大抵は、まあ、こうやって食べれなかったから、あげるみたいなのがあると、大抵は僕は喜んでいただいております。なので、まあ、ほぼほぼかな、残ることはないですかね、まかないの、テーブルに一応にあるものは。っていうか、これだけ、時間経ってまだ揚げそばに行けてないっていうね。で、今回平で今ご飯、2杯目のおかわりです。で、今日、炊飯器の中がこれがラストのご飯でした。あ、お弁当はあげるって言いますか、食べれないから食べてもいいよっていう感じで、ちょっと、おかずと、ご飯をいただきました。で、今は、ソーセージ、うずらのフライですね。白米。これだけエビの天ぷらを食べたら痛風には気をつけないといけないですね。僕も去年ですかね、痛風をやらかしてるので、もう痛みだけはちょっと尋常ではないので、もうあれからちょっと痛風は出ないように、気をつけながらやってます。でもあれ以来は出てないですね。あれは本当に恐ろしいです。びっくりしました。痛風ってどんな痛さっていう方よく聞くって言いますか、多分気になると思うんですけど、
まあ、僕はまだ足の付け根しかなったことないんですけど、もうなんて言いますか、針で、付け根をずっとつつかれてる感じ。感じとしては痛さが。もうなので、もう嫌な痛さですね。まあ、よく痛風になった人を見ると、よく笑う人いるんですけど、いや、もう笑い事ではないですからね。今日ご飯何合食べたんだろう。おそらく3合は超えてると思うんで、多分4合近いかな、今日は。もう量的には普通に大食いですね、これは。今日、僕らはまかないの大体休憩時間が大体30分なんですね。今日はほぼほぼ30分フルにちょっと使ってしまいました。そうですね。そういえばいただいたお弁当の中にソーセージとうずらの卵、イワシの、煮付け以外に鶏の皮、鶏の皮だと思うんですけど、そういうのを、なんて言いますか、焼いたのがありました。いやー、これも美味しいですね。鶏皮もご飯によく合い、美味しいです。ようやく揚げそばですかね。揚げそばに、たどり着けましたね。白米じゃないや、ご飯完食ですね。あ、今ちょっと残ったエビの天ぷらを、あ、エビの天ぷらじゃない、エビの尻尾を食べてます。いや、この尻尾がまあうまいんだな、これがまた。で、揚げそばですね。いやー、この揚げそばもめっちゃうまかったんだよな、ほんとに。まあ、僕としてはこれ普通にメニュー化しても、あ、本来この揚げそばはメニューにないんですけど、いや、ほんとにメニュー化してもいいかなと思ったんですけど、多分僕の働いてるところゴルフ場なんですけど、ゴルフ場って結構回転率の速さで勝負してるので、やっぱりこの揚げそばはやっぱりかなり時間かかるので、多分メニュー化は無理だろうなと思いますね。でもめちゃめちゃ美味しかったです、この揚げそば。もう本当にご飯にもよく合い、
この五目のあんかけがめちゃめちゃ美味しいですね。いや、でもあんかけは、焼きそばでメニューにあるので、いいかなと思います。いや、でも揚げそばマジでうまかったな、これ。このあんのとろみもちょうどいい感じなんですよね。ちょっととろみが弱すぎず強すぎずっていう感じで、でちょうど僕の左側ですね。僕から見て左側に、座ってる、従業員の子。実はこの、五目揚げそば、二皿食べたんですよ。この同じ僕が食べてる量を二皿食べたんですよ。結構すごくないですか？で、その子も結構そこそこ、食べる子で、いや、すごいなと思いましたね。ただ僕のやっぱり食べる量はいつもおかしいですこの人って言われますけど、わけでこの美味しい美味しい揚げそばも完食です。いや、これまた食べたいな、この揚げそば。またもし暇な日とかがあったらまた作ってくれると嬉しいかなと思いました。で、次は、こちらは普通にメニューにあるやつなんですけど、豆腐サラダ。実はこれちょっと間違えてしまって、こういった間違えてしまった、料理。もう基本的には、やっぱりお客さんには出せない、間違えてしまったので、お客さんには出せないので、かといっても、ちょっと捨てるのももったいないということで、こうやって、美味しで間違えたやつは、美味しくこうやっていただいております。やっぱり夏にはやっぱこの、豆腐冷ややっことかですね、いや本当美味しいですね。すごいさっぱりしますね。
はい、というわけで、豆腐サラダも美味しくいただきました。これ本来ちょっとタレを間違えてしまいまして、本来なら青じそだっけな、ドレッシングかけるんですけど、今回ちょっとお醤油をかけてしまいまして、ちょっと間違えてしまって、ちょっと醤油バージョンの豆腐サラダ でした。はい、というわけで、美味しくいただいたので、最後はデザートタイムです。で、今回もちょっといただいたお菓子を、最後に、つまんでます。今食べたのが、ドーナツ。いや、こうやってお菓子いただけるのが本当に嬉しいです。まあ大食いの人限らずですけど、やっぱり食べてる時って一番楽しいですよね。どんな嫌な時があっても、食べてる時が場が和むと言いますか、やっぱり疲れてても、こうやってみんなで食べてると、場の雰囲気がちょっと和みますね。次はあられですね。今日はあられと、ドーナツがありました。はい、というわけでこんな感じで今日のまかないも、美味しくいただきました。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いいたします。以上、ガザリでした。